少し遅れ。高弘、少しいいか。ちょっと話があってな。そうだな、工場の独自回線の方も不通になってきている。この萌えっ子島に近い島とは連絡が取れたのだが、近い島の人間の話によるとだ、原因は不明なのだが、島によっては戒厳令が敷かれているらしい。幸い本社と切り離された存在であるこの萌えっ子島には影響はないが、他の島では大騒ぎになっているらしい。霧島のジョーちゃんと連絡が取れたのか？それにしても戒厳令とは尋常ではないな。間違いなく本社の方で問題があったのは確かだろうからな。少しでも連絡手段か情報が欲しいところだな。大丈夫なのか？どうする気だ？連絡用の携帯は霧島嬢ちゃんに渡しまったんだろう？何かいい手があるのか？ほう、そんなものまでピクシーズにはあったのか。それはすごいな。そうだったのか、全然気づかなかったな。そういうことなら作業に戻るとしよう。
そんなことぐらいいちいち気にするな。高弘の立場はよくわかってるつもりだからな。失礼するぜ。霧島嬢ちゃんから連絡はあったかい？なんだって？無事なのか？そうか、こっちはもう連絡も取れない状態だ。頼んだぜ高弘。現役同然のくせしてよく言うぜ。俺はこれ以上のことはできない。せめて霧島嬢ちゃんが帰ってくる前にリニア嬢ちゃんを完璧に仕上げておくぜ。結局適材適所か。それじゃあ、あとは任せたぜ。